ことばかりではないと思いますが、乗り越えた先に必ず次のステージが待っていたりだとか、私も全力で応援していきたいと思います。千葉県の東の端で、港町銚子には一つ名物があります。名前は銚子電鉄。町の人たちは親しみを込めて銚電と呼んでいます。開業以来80年余り、銚電は港へ向かう漁師やお年寄り、通学する子どもたちなど市民の身近な足として、わずか 6.4 キロの区間を結んでいます。いや、複雑な気持ちですよ。けどね、鉄の中がお見合えるかと思ってね、まあ売らなければね、鉄道は残りませんからね。